明治教育は武蔵小山田城に来ています。ここは小山田氏の、発祥の地でですね、小山田家子孫のですね、小山田有重公の供養と、あと小山田高家公、鎌倉末期に活躍した武将の、顕彰の碑がある大泉寺さんですね。お城はですね、あるんですが、城郭マニアの方まで入ってないので、一応檀家さんしか立ち入りができないということがはっきり書いてありますので、ちょっと本来は城跡城址をですね、見たいところなんですが、ここももちろん城址の跡地になるということで、大師千寺さんということでですね、お城の、訪問記とさせていただきます。立派な山門とですね、本堂は今風に直ってますけども、今ちょっと改善修理とかされてますけどもね、その供養塔もですね、ちゃんと元の位置にありまして、ここの歴代の住職様が、直されて、今はきれいに整備されて見れるようになっていますね。で、その中腹から、そうですね、ちょっと西の方も見える範囲だけ見たんですけども、曲輪というか、その堀の掘ってあるようなですね、ちょっと、人工的に削り取ったような部分というのは多少見え隠れしましたけども、ちょっとはっきりそれが史跡だとはちょっと言い切れないので、ちょっとお寺、この城地としてのお寺ということで、こちらで撮影させていただきますね。今、こちらの奥にですね、菩提寺関係もありますので、一般の参詣の方もいらっしゃいますんでね、ちょっと、離れて写すような形になりますけど、今、本堂の方ね、写真をいくつか撮ってますんで、合わせてご説明します。で、こちらもですね、入り口の門のところ、この杉の、立ち方がですね、これ自体は樹齢はそうでもないですけども、やっぱりこの小山田城っていう、やっぱり鎌倉の初期ですよね。小山田有重という方が中心の話になるんですけども、畠山重忠、また稲毛重成と、もう最も鎌倉初期に活躍した著名な武将たちの名前がですね、出てくるんですが、みんな、小山田家と親族になりますね。いとこだったり親子だったりですね、兄弟だったりと、かなり近しい親族、つまり祖先はすぐ近くの祖先が一緒ですから、その秩父氏の話はね、ちょっと今回しませんけども、秩父氏から分かれた、秩父氏と名乗る後年名乗る方っていうのは、武将としてはね、ほとんどいないんですけど、要は武将としての秩父氏はですね、いくつかに分かれて、畠山重忠がその名跡というか、秩父氏の後を継いだと、つまり秩父氏として活躍したのではなくて、その後の、小山田氏もそうですけども、後の、足利家の源氏畠山、それと畠山重忠の平氏の、畠山と、そういった方たちに継承されてですね、秩父という名前はちょっとほとんど出てこないんですけども、そういった方たちの、活躍が見られるということになりますね。その方たちの、祖先の地と、なかなか整備されてしまってるんで、一概に否定もできないですが、肯定もできないという、お城の跡地でですね、山をもってすればですね、それが全て、城地だと言ってもいいかとは思うんですけどもね。こちらのこう平たいところには、おそらく館とかあったんでしょうね。ここ自体は、ここはベッドタウン、大きな町だという町がありますから、そこよりは比較的多摩丘陵の一部になると思われますけど、標高の低い山々、標高でいうと、100メートルもないような山々なんですが、そういった場所にですね、築かれたと。鎌倉時代はですね、畠山氏もそうですけど、それぞれ畠山小路とかね、小の司と書きますけども、要するにそこの荘園なり、土地の管理をしていた、そこの長であったということで、畠山と名乗ったり、ここもそうですが、小山田と名乗ったりですね、そういうことをしてたわけですね。だから小山田城のちょっとすいません紹介というか、小山田氏の紹介になってしまうんですが、どうしてもですね、奥が見えないので、ちょっと見えるところまで登るにはちょっと許可がないとちょっといけないですからね。見る、私がさっき見た限りでは、そういった先ほど言ったような、土塁というか、その人工的にですね、削り取ったような、盛ったような部分っていうのをいくつか見受けられたんで、その部分がその端っこでですね、その山頂の方が、要は山城でしたから、本丸ということになるわけですけども、この静かなですね、今日下は蒸し暑くて暑いんですが、ここは静かで風がすごく涼しいんですよね。
からちょっと標高があるというだけでですね、あと見晴らしについてもちょっとはっきりしませんけど、まあおそらく展望も含めてですね、北側の方、今南から見てますけど、北側の方からも見てもですね、まあ丘陵の一部には過ぎないんでしょうけども、見晴らしはある程度良かったと。それと何よりここに場所がいいわけですよね。鎌倉街道っていうのがね、今も旧道がありますけど、それに近いところにありますから、まあ、そういう意味ではこの小山戸城というのは非常に鎌倉とですね、まあ、畠山氏もそうですけど、その処理をなった土地からですね、鎌倉へはぜ参じるのに使う鎌倉道に近いと、ひらがなで鎌倉道って地図にも出てますけどね、まあ住宅街になったり大きな道路になったりしてるしまってるところも多いんですけども、まあ、そういった近くにあるという小山戸城になりますね。ちょっと大仙寺さんと小山田氏関係のちょっと中心の話でしたけども、小山田町跡地でした。